独立行政法人自動車事故対策機構とは、自動車事故の発生防止及びその被害者への援護を主な目的とした、国土交通省所管の独立行政法人である。その運営形態、業務範囲などは、独立行政法人自動車事故対策機構法によって定められている。略称はなすば本部は、東京都墨田区にあり、 日本国政府の特殊法人自動車事故対策センターの業務を承継して2003年に設立された。守る、防ぐ、支えるをスローガンに自動車事故防止と自動車事故被害者支援を業務の柱としている。前身は1973年に政府出資の特殊法人として発足した自動車事故対策センターである。 1960年代後半から1970年代前半は交通戦争とも呼ばれるほどに交通事故と事故による死傷者が急増し、1971年には交通事故による死亡者が1万6000人を超える事態となった。そこで同年、交通安全対策基本法が制定され、対策に取り組むこととなった。1971年に第一次、 交通安全基本計画が作成され、1973年に自動車事故の発生防止及び被害者保護を目的として同センターが設立された。その後、独立行政法人制度の導入により、2003年に同センターの事業を承継して、独立行政法人自動車事故対策機構として発足した。千葉両後センター本部と9カ所の主幹支所からなり、 旧主管支所に属する41カ所の支所がある。各都道府県に1カ所の主管支所もしくは支所が設置されている。市販車の安全性能評価試験と市販のチャイルドシートについての安全性能評価試験を行い、その結果を公表している。自動車に関しては、事故が起きた後の安全性を評価する。自動車アセスメント、事故を予防する性能を評価する。 予防安全アセスメントが行われている。チャイルドシートに関しては全面衝突試験及び使用性評価試験を実施している。これらの情報は公式ウェブサイトで公開するとともに無料パンフレットを作成して配布している。全国50支所で運行管理者等の指導講習及び運転者適正、診断を実施している。 ナスバ交通事故被害者ホットライン交通事故の被害者やその家族に加害者との折衝、被害の保障、行為障害に伴う治療、介護、指定の生活扶助などの法律的事項や経済的保障に関する様々な問題の相談先を知らせるために電話による無料の相談先案内を行っている。専任オペレーターが個別対応しナビダイヤル採用により 全国同一の通話料金を実現している。交通維持等加付重度行為障害者の縁を、介護料の支給、ありがとうございます。